どうもこんにちは、恋愛マスターパンチパンダです。パンチパンダと書いて恋愛マスターと読むのか、それとも恋愛マスターと書いてパンチパンダと読むのか、難しいところで、どっちだ、どっちだ、パンチパンダと書いて恋愛マスターと読むのか、それとも恋愛、いや、あのですね、先日ですね、港あかつきくんからこんなコメントをいただきました。今度は彼女の作り方の動画を頼む。まあ、ただ一つね、この動画を進める前にちょっと港あかつきくんに言いたいことがあるんだけれども、君はあれだよね、まあ自宅浪人をしていて、でそれで2月22日に彼女と別れて、で今ちょっと寂しい状態であると。でやっぱりね、そういう状態の中で彼女が欲しいっていうことは、やっぱり寂しさを和らげるためとか、そういうことだと思うんだよ、パンチパンダさんは。でもそういうね、彼女の作り方はどうかと思う。ということでですね、今回パンチパンダさんが港あかつきくんの代わりに彼女の作り方を調べてあげたいと思います。通信料払えよ。まずなんか彼女を作る上で4つのステップっていうのがあるらしくて、自分を磨くことと、あと出会い、あとアプローチ、あと好かれるっていうことが結構大切らしいです。で、あのやっぱり自分を磨くことっていうのは結構人によってはいろいろな考え方があると思うんだよ。あの話をうまくするとか、聞き上手になるとか、かっこよくなるみたいな。でなんかここに書いてあるのは、自分磨きの3つ大切なこととしては、自然な気遣いと清潔感と聞き上手聞き上手が、あのね、モテるらしい。でやっぱり男の子がしがちな自慢話とかはあんまりしない方がいいらしいよ。あとはね、なんかオウム返しを徹底するっていうことで、例として挙げられるのは、最近仕事忙しくて大変なんだよね。へえ、そっか、それは大変だね。そうなの、上司が厳しくて毎日残業させられるの。厳しい上司だね、毎日の残業はきついよね。そうなの、先週もね、みたいな感じで、ほとんど全部男の人がオウム返しにしたら、女の人もなんかそこでリズムがついて、あ、この人話しやすいなってなるらしい。なるほど。でね、なんか出会いとしては、全ての女性があなたの彼女になりうるみたいな感じで書いてある。例えば行きつけのコンビニの店員さんや、行列で自分の前に並んでいる女性、全てがあなたにとっての彼女になる可能性がありますよって書いてある。やばでね、アプローチの仕方としては、無理だと自分から諦めないっていうことと、失敗を恐れないっていうことかな。で、あとは連絡はまめにとか、最初は大人数で遊ぶことがおすすめとか、あとね、初デートは映画がおすすめらしい。で、その映画を見るときに何見ればいいんだろうなって思ったら、東京女子映画部っていうサイトがあるんだって。で、そのサイトはその時に上映されてる映画で、女性向けの映画っていうのが載っているらしくて、で、まあそういうので選んだ方がいいらしいっすよ。でね、初デートの時は手をつなぐことを目標にした方がいいらしい。なんかあの、手をつながないで普通におしゃべりして終わっちゃうと、普通に友達って感じでその後も行っちゃうらしいから、初デートの時は手をつないだ方がいいらしいよ。そういういろいろ書いてありましたけれども、参考になったんでしょうか。まあ普通にネットで探せば、パンチパンダさんも今携帯で見たんで、多分みんなも見れると思うんで、下に概要欄にリンク貼っときます。で、まあパンチパンダさんの、彼女の作り方っていうのかな、彼女の、まあそんな感じのやつとしては、まあ素を出す、もう完全に素を出して、でパンチパンダさんのこの素の状態を好きになってくれたらラッキーかなぐらいの感じで今まで言ってましたね。そんな偽ってかっこよく見せようとして、それで彼女ができたからっつっても、なんかちょっと罪悪感ない、そういう偽った姿を相手が好きになったのに、本当の自分は全然違うっていう状態だったら、ちょっと罪悪感も芽生えるし、付き合ってて苦しいと思うんだよ。で、まあ逆のパターンもあって、例えば彼女できて、付き合う前はすっごいいい子だな、優しい子だなと思ってた子が、付き合ってから
すっげえなんか横柄な態度取られたりとかしたらパンチパンダさんはちょっとえってなっちゃうと思うから、あんまりねなんかそんななんかこういうネットとかで見てなんか自分のこと偽って彼女作ろうっていうよりかはもう素の状態で彼女できた方がなんか楽なんじゃないかなってパンチパンダさん自身は思ってますという感じなんですけど、どうでしょうか港あかつきくん。俺は知ってるよ、君が今自宅浪人をしていて、で2月22日に彼女と別れて、でちょっと時々寂しいと、そんな中でパンチパンダさんのことを応援してくれてるっていうこともパンチパンダさんは分かってるんで。ちょっとまあ他の人もちょっとコメントでいろいろいただいてて、勉強のやり方教えてくださいみたいなことも結構コメントでいただくんだけども、まあパンチパンダさん売れたっていうか、まあパンチパンダさんを知った理由としては多分この動画だと思うんだけども、まあそうだね、パンチパンダさんそもそもバカだからあんまりそういうなんか勉強の仕方はとか、勉強はこうしたら成績が上がるとかそういうのはちょっと苦手だから、なかなかね動画出せてないんだけども、次の動画はそうだね、まあ調べて勉強のやる気が出ない時に勉強をする方法とかの動画にしようかなってパンチパンダさん思ってます。であとなんか相談のメールフォームとかで下にあるじゃないですか、でそれでその動画撮りたいんだけれども回答編みたいな、でもね正直なところを言うとねまだね2通しか来てないんだよ。でなんかそれで1本動画作れるかなって思ったらちょっと厳しいなって思ったんで、ちょっと悩みとか愚痴とかパンチパンダさんに言ってほしいこととか紹介なんか動画で取り上げてほしいこととかあったら、よかったら下の方でコメントというかねメールフォームあるんでバーンってお願いします。まあそんな感じかな今回のこの動画は。あとはちょっとそういうなんか恋愛の駆け引きとかそういうちょっとした小手先のテクニックみたいなのはパンチパンダさんよくわかんないんで、ちょっと他の周りの友達にでも聞いてみてください。そういうモテる男の子に聞くっていうよりかは結構ね異性の人と会話しててどういう人がタイプだとかどういうことを男の子にされたらちょっとキュンってなるみたいなそういう会話とかしたら結構へーっていうのが多分あると思うんで、まあ、そんな感じで、パンチパンダさんはねあんまねそういうね恋愛のテクニックみたいなのはちょっとよくわかんないんで、そこら辺はちょっとそういう友達にでも聞いてみてください。という俺は純粋ですよ的な小手先のテクニック。